はい、私ダクソンです。やっぱりね、この時期になったら俺ここ来ちゃうんだね。モセウシの郷土資料館の裏だわ。この石蔵、瓦屋根だよね。でこのツタがね、色づいてきていいんですよね、ここね。なんだろうこれ、こういう石造りの建物って大事なものをね、保管するとこだよね。お酒かな。あ、そうだ、あの郷土館に入れるかどうかわからないんですけど、この隣にある建物が公民館かな。この中にね、図書館があると思うんだよね。そこでモセウシの歴史でも調べてみようかなと思っております。で、そうだね、まああわよくばこの郷土館に入れればなと期待してるんですが、てんてんてん。はい、モセウシの郷土館に来たんですけど、びっくりですよ。これね、サルカニ合戦の絵本なんですけど、なんて言うんだろう、これ塗ってるんで、塗ってるってこれソーイングね、立体的に見えるんですよね。すげえなこの絵本、昔って書いてるでしょ、ある山のふもとにって、一匹のカニって書いてるんですけど、これ立体感があるんですよね。すげえなこれ、初めて見てよこんなの。これ紹介するか、こんな立体的な絵本を初めて見ますね、驚き。あー、これ柿とかすげえ、こんな青いの撮ってんだ。あ、さっきね、マシケに行ってきたんですよね。でリンゴとか食べてきました、美味しかったです。これすげえな。これ鉄瓶じゃない。これね、サルカニ合戦ってなんか小さい頃ね、演劇やったような気がするんだよな。だから覚えてんだよなこれ。最後どうなるんだったっけ、猿をやっつけるのか。